小倉競馬場1レースは3歳未勝利牝馬限定ダートの 1700m 戦出走馬16頭です。開催の3日目小倉競馬場上空青空広がってそこに白い雲が浮かんでいます。朝日がコースを照らします小倉競馬場。馬場状態は芝コースダートコースともやや重のコンディション。スタンドから見て右手朝日を浴びてのゲートイン。偶数番の各馬今10番のブライトノート入りました。14番ビルトインアデイ。風は今ほとんどありません。ゲートイン最後16番のツインビスケッツ。これが収まって係が離れました。ゲートイン完了。スタートしました。7番テキーラプリティ、8番のエンプレスペイ、コースタートを切りました。内からは3番佐野の樽前、この馬が出るか。8番のエンプレスペイ、こちらがわずかに出ます。その後これを追って9番のガルチャー、3番手から2番手、12番のエオキーが4番手、そのうち7番のテキーラプリティでゴール板も過ぎてインコース4番リグレイヤーも続いていきました。その後から16番のツインビスケッツ、馬群の中に5番のナウザタイム、1コーナー回りました。先手は8番のエンプレスペイ取りました。1馬身半リード。9番のガルジャー2番手です。インの3番手に3番佐野の樽前、2コーナー外は12番レオキー4番手、1馬身差7番のテキーラプリティ、インコース4番リグレンヤーで向こう上面、外は16番ツインビスケッツ先団の一角、馬群の中5番のナウサタイムが入って、その後1馬身差10番のブライトノート中段になりました。インコース2番のキャロルビアンカ向こう上面中間、15番のウィンウッドテール行っています。後方は1番のモンテナルス、あとは外11番のキープアドーラブル、2馬身差13番シャイナライ、14番ビルトインアデー、3、4馬身がいて6番のおしげ最後方です。前から後ろまで15馬身ぐらいの隊列、600を切って3コーナーカーブを回ります。8番のエンプレスペイが先頭ですがピタリと並んで9番のガルチャー、今度はこれが先頭に変わるか。12番のレオキー押して押してその外3番手、残り400を切って4コーナーカーブ、3、4馬身がいて7番のテキーラプリティ、前から離れた4投目、第4コーナーから直線、さらには15番のウィンウッドテール、そのうちからは4番のリグレイヤーも追い込んでくる。さあ200を切って振り切った8番のエンプレスペイ、1馬身半のリード、外から12番のレオキー、さらに外からは16番のツインビスケッツ、そして4番リグレイヤー追っている。今度は16番のツインビスケッツが先頭に変わってゴール。2着8番のエンプレスペイ、4番のリグレイヤー3着、その後12番のレオキーが4番手で続いていました。勝ち時計は1分46秒5。16番のツインビスケッツ粘る8番のエンプレスペインをゴール前捉えています。8番のエンプレスペイ2着、そして4番リグレイヤー3着、タイム1分46秒5、ゴールまでの 800m 49秒8、 600m は37秒3でした。16番のツインビスケッツ、鞍上は佐々木大輔騎手です。逃げた8番のエンプレスペイ、4コーナーカーブで9番のガルジャーにピタリと並ばれましたが、そこから直線振り切りました。しかしこれを最後外から16番のツインビスケッツ、末足を伸ばしたこの馬が捉え切りました。最後は1馬身抜けました。8番のエンプレスペイかわされて2着、そして道中先団の後ろインコースで足を溜めた4番リグレンヤー、想定と出して追い上げての3着、12番のレオキーこれにかわされて4着、その後2馬身2馬身半がいて9番のガルジャー以下続いています。到達地に上がりました。1着は16番ツインビスケッツ、鞍上は佐々木大輔騎手、2着8番のエンプレスペイ、3着4番リグレイヤー、4着12番レオキー、5着は9番のガルジャーでした。確定までお待ちください。マインドユアビスケッツ3区の16番ツインビスケッツ、キャリア4戦目、今回は佐々木大輔騎手との初コンビで中段のちょっと前あたりでレースを進めてきましたが最後末足切れました。16番8番4番最終オッズです。11番人気、3番人気、5番人気の順です。単勝16番 59.2 倍、枠連48、38.2 倍、
馬連8番16番 122.7 倍、馬単16番8番 302.3 倍、三連複4番8番16番 282.8 倍、三連単16番8番4番 2361.0 倍です。ガルジャーを引きつけて逃げたエンプレスペイ、はい、藤岡幸太騎手、これは逃げ切ったなっていうふうにご本人も思ったと思いますが、ちょっと伏兵が外から伸びてきましたね。佐々木大輔騎手ツインビスケッツお見事でした。確定までお待ちください。